人気俳優とフジテレビの女子アナ、普段は華やかな世界に身を置く二人だが、その交際は至って純朴、コロナ災いの中、ひっそりと愛を育んでいるようだ。4月上旬の昼下がり、港区の大通りに高級外車を運転する俳優、岡田勝生、正木、31、の姿があった。助手席に座るクリッとした目が愛らしい女性は、フジテレビの鈴木優衣アナウンサー、27、だ。慣れた様子で大通りから細い路地へとハンドルを切った岡田は、閑静な住宅街に立つブインテージマンションの前に車を止めた。助手席から降りた鈴木アナは、バイバイと小さく手を振ってマンションへと歩き出す。岡田は彼女がマンションに入る姿を見送ってから、ゆっくりと車を発進させた。鈴木アナは入社6年目、富士期待の若手アナです。富士にしては珍しく、ミスキャンヘの出場歴はなく、早稲田大学の国際教養学部出身、大学時代の授業はすべて英語、しかも海外留学もしていただけあり、語学力は確かです。TOEIC で満点を取ったこともあるそうですよ。入社3年目からは、目覚ましテレビでエンタメキャスターを担当。スポーツニュース番組の SPARK でもキャスターに抜擢され、得意の英語を活かしてインタビュアーとして活躍しています。フジテレビ関係者。昨年12月、岡田が出演した映画、三角窓の外側は、夜の完成披露試写会が行われた。鈴木アナは試写会後、岡田にインタビューをしているが、出会いはそれよりも前だという。知り合ったのは昨年の夏頃、知人の紹介だったそうですよ。交際が始まったのは映画の完成披露試写会の少し後くらいだと聞いていますので、付き合ってまだ半年くらい、プライベートで知り合った二人が仕事で再会し、交際に発展したのかもしれませんね。どう前。5月上旬の昼過ぎ、自宅マンションから出てきた岡田は、車を走らせて鈴木アナのマンションへ。岡田が到着後、5分ほどしてマンションから出てきた鈴木アナは、ごめんね、待ったという様子で運転席の岡田に視線を送ってから車に乗り込んだ。途中、岡田の自宅近くに泊まると、鈴木アナは一人で降りて通り沿いのパン屋へ、買い物を終え、車に戻ると、二人は岡田のマンションへと向かったのだった。それから1週間ほど経った5月中旬の夕方にも、岡田は彼女のマンションへ、彼女を乗せ、今度は途中で岡田が一人降りると、酒屋で買い物。岡田のマンション駐車場に到着した二人は、仲良く寄り添いながら建物へと入っていった。どうやら、岡田が車で迎えに行き、彼の自宅で巣ごもりデートをするというのが、二人の交際パターンのようだ。付き合ってまだ半年、タイプもぴったりということもあり、互いのマンションを行き来する車中でも、常に笑顔で何やら語り合うラブラブぶりである。交際について聞くため、出勤前の鈴木アナを直撃した。突然、すみません、フライデーです。朝早く大変ですね。驚かせてすみません。岡田勝生さんとの交際についてお伺いできますか？すみません、ごめんなさい。申し訳ないのですが、何も言えることがないです。会社を通していただければ、ハキハキと対応し、記者にすまなそうな顔を見せて出勤していった鈴木アナ。岡田の所属事務所は本誌の取材に、プライベートについては本人に任せておりますと回答した。
6月4日発売のフライデー最新号では、二人のツーショット姿を掲載しているが、爽やかな二人の交際は今後も続いていきそうだ。